提供はトリップサムライがお送りいたします。あやのパタヤの旅を楽しみにしててな。はじめましての皆様、私が競馬で的中し続けていた頃の成績とパタヤでの生活の一部をご紹介いたします。小倉では3連複1点975万を的中、新潟では3連複1点200万を的中、そして小倉日経では138万を的中と1点予想のため毎回の的中ではないですが、当たれば大きく的中、その後も数々のレースで的中し、パタヤで隠居生活、しばらく競馬とは離れていました。帰国後は予想活動に復帰しておりますが、成績はいまいちですね。得意な調教眼を生かし、皆様と共有したく、YouTube にて旅をしながら、旅人として配信中です。私と共有して、タイでのんびり馬券生活しませんか？応援よろしくお願いいたします。イゾラフェリーチェですね。ミホノウッド、ヤヤオモ、ロクハロンが 86.5 の、ラストが 12.0。並走で追ってきました。一周前ね、追ってるので、一周前見てみましょうか。一周前も2頭の内側というところで合わせております。入り口はね、馬なり、そして、合わせてからは追ってましたけど、まあでもそれほどね、追ってるというほどの調教でありませんね。ちょっと前足が硬いかなという感じ。ロカハロン 83.6 の、ラストが 11.3 というところで、時計的にも早いとは言えないですよね。そして、追い抜けてはいないですね。そして、最終ですね。こちらが、やはりやや重でね、並走で追ってきております。そうですね。まあ、リズムはあるんですけど、やっぱりそこスピード感がない。ラストが 12.0 の、80.5。そうですね。あんまり覇気が感じないかな。終えてもないですし、終始馬なりで。それでもって、まあ、ちょっとラストね、抜いてはいきますけどね。まあ合わせてる馬もぐっと手綱引いてましたからね。あんまりよくは見えないですね。調教評価は B 評価ですね。エラ島ですね。こちらは立冬の販路で、単走でね、追ってきました。後ろ走ってんの、これ、テンハッピーローズじゃないかな。非常に暴れてますね。ということで、エラと、まっすぐね、綺麗に走ってますね。まあ、落ち着いてはいるんですけど、ちょっと、若さの割には落ち着きすぎみたいな感じのイメージ。どうかな、まだ緩いかなという感じ。チューリップ賞からはね、叩き2戦目、そこからまた、まあ、約ね、2ヶ月空いてるので、まあ、疲れはそれほど残ってないとは思うんですけどね。まあ、鞍上もね、手綱はぐっと絞ってますし、まあ、前足はね、非常に綺麗に出てますのでね、悪くはないかなと思うんですけど、とってもいいなというふうには見えないですね。調教評価は B 評価ですね。ガジュ乗りですね。こちら、ミホウッドのヤヤオモ。ロクハロン 84.1 の、ラストが 11.6 というところで、2頭でね、並走の内側というところ。まあ、元気いっぱいでね、ぐっと手綱引いてますけど、足も綺麗に出てますし、首も使ってますしね、調教良さそうですね。体調面も万全ではないのかなというふうに思われますね。スローで見てますとね、コーナーの入り口までは、左手前。そして、コーナーからね、直線に入った段階ですぐ右にね、手前は変えられてますので、手前はしっかり変えてますね。そして耳をね、高々と上げながら、まっすぐ見ながら走る姿もいいですね。そして筋肉のつき方も、非常にいいんじゃないでしょうか。上腕三頭筋の動きがね、はっきり見えてますので、このあたりがね、少し成長してるのかなというイメージですね。アネモネステークスでね、発着とちょっとここでね、体調良くないのかなというところで、まあ、最後ね、筋量53キロのところでは、なんとかね、8番人気の1着というところ。ただまあ、状態はね、見る限り悪くなさそうですね。この調子が悪かったね、姉もねなんかが気持ちの面だとすればね、少し戻してるのかなというところですね。体調的にはいい。ただ自力がどうかなというところ。ただ、前の2頭よりはこちらの方がね、覇気がある、気が整ってるかなというふうには思いますね。調教評価は A 評価ですね。
サロニコスですね。こちら単走でね、他の馬が走ってない時間帯を走ってきました。55.2 でラストが 13.0。ちょっと状態が起き気味かと言ってそんなに引っ張ってはいないかなというところですね。まあ早く行きたい行きたいという感じ。でも足の蹴っ張りも出てますしね。ものすごくいいかなといえば、よくは見えませんが、ただまあ順調にね、調教は終えてるかなというところ。調教評価は B 評価ですね。ハミングですね。こちらはちょっと使ってるせいか、短いところ 55.6 の 12.1 というところで、もう本当にね、足元確認する程度、まあ馬もちょっと疲れが出てるかな。それほどね、リズムカルではないですし、まあそんなにね、気の流れがよくは見えないかなとは思いますね。調教評価は C 評価ですね。バランスダンサーですね。こちらも暗い中でね、単走で、他の馬がいないところで、走っておりますね。ロカハロン 83.3 の長いところで、ラストが 11.8。まあ、馬なりでね、足元確認というレベルでしょうけど、まあまあね、前足も力強いですし、首筋からですね、僧帽筋がね、すごく発達してて、首が太く見えますね。非常にリズムも取れてますし、いい流れではないかなというふうに感じますね。ここまで見て中では一番ね、前足がしっかり出ててね、可動域が一番大きいのがこの馬ですね。まあ一番よくは見えますけど、まあタイム的なね、担保としてはあまりは良くない。ただ、まあタイムだけが全てでないですからね、最終なので、ここは動きで十分かなと思いますので、まあこれだったらね、S 評価大丈夫じゃないかなと思いますね。今スローで見てますけどね、左の手前から、入り口入ってきてですね、まあもう直線を向いて、しばらくすれば、右手前の方にね、手前もしっかり変えられてますから、まあ調教も進んでいる状態じゃないかなと思いますね。まあ飽和することはないんじゃないかなというぐらいおとなしく、走っております。調教評価はね、 S 評価ですね。フォーザボーイズですね。今回は森タイト騎手が乗ってくるんですかね。ゴハロンを 69.0 のラストが 12.3、ミホのウッドですね。どうかな、今ちょっとスローから見てますね。入り口、まあ左手前で早々とね、右手前に、切り替えはしてるんですけどね。なんかね、気持ちは入ってるんだけど、体がついていかないという感じで、重心がね、非常に前にずれてますよね。このあたりがどうかなというところを感じます。それが数字に現れてるような気もしますね。終始馬なりでしたけどね。これがまあ本番でどれぐらいのね、自力が加算されてくるのかというところが楽しみな一頭ではありますね。調教評価は B 評価ですね。フォーエリートですね。こちら美穂のウッドやや重。2頭でね、外側というところ、並走で合わせては来ております。まあでも馬なりでね、まあちょっと、どうかな。まあでも入り口ぐらいから加速はさせてまして、首を使ってね、綺麗に。まあ大きな馬なのでね、非常にダイナミックでシャープ、バランスは取れてますよね。まあ時計のなりの走りはしてて、しっかり終えてますから、調子はいいんでしょうね。この馬はね、外側から動いて、内にね、抜かれそうになった時にはもうね、手前を変えられてますんでね。まあ、やる気根性というところ、そして、終えてますっていうのがやっぱいいですね。調教評価は S 評価ですね。ボンドガールですね。もうちょっと賞金がね、足りないようで、ここ使ってきましたね。ちょっとバランスはね、やっぱ悪いかな。やっぱさ、前走でね、割と全力尽くしてますんで、首がね、使えてないね。追ってはいるんですけど、足はね、割とですよ、出てるんですけど、どうかな、ちょっと疲れ気味、気迫がみなぎってないのかな、足も出てないし、まあ後ろ足はいいんですけどね。ただね、このメンツだったら自力で行ける可能性はあるかなという一頭ではありますね。まあ、竹さんが乗ってくるだけあって、まあ悪い状態ではないです。ただ、状態はいいんだけど、調教っていう意味では良くないのかなというふうにね、追ってるんだけどね、あんまり本人が行きたがってないかなという気持ちを感じますね、私には。皆さんどうでしょうか。
一周前をね、見ました。うん、一周前もね、やっぱり首は使えてないんだけど、ただスピード感は一周前の方が全然あるので、まあ一周前である程度やれてるから、これでいけるかなというところの最終なんでしょうね。まあ足も出てますし、全体的なバランスとしては8割5分というような感じ。やっぱり追ってますから、やはりね、調教メニュー通りには行ってないのかなというふうには感じますね。ということで、一周前、最終というところのトータルではね、まあ、A 評価というところでございましょうか。まあ、これならある程度は踏めるんじゃないかなと思いますね。ミヤネーロですね。こちらは3頭で追ってきましたね。真ん中に入れて、いい調教具合ではないのかなというふうには思います。5波論でね、68.3 のラストが 11.2。やはりバグに入るのがちょっと怖いのかなというイメージは受けますね。一周前があるのでね、一周前も見ました。こちらは、並走で、内側ですね。タイム的にはラスト 11.2、85.1 というまとめ。そうですね、相手の馬を見ながら、内側で余裕を持って走ってますから、そして余裕を持ってゴーサインの、手応え、まあ抜き去ってはいませんけどね、まあまあ割といい感じではありますので、これだったら一周前十分だと思いますね。そして3頭追いの真ん中というところ、足のさばきは非常に前足も綺麗に出てます。まあ本人ね、入っていくまではちょっといやいやモードかもしれませんけど、入ってからはね、加速力自分の中でつけてます。尻尾も綺麗に触れてますから、足も綺麗に出てますし、十分じゃないかなと思いますね。これならいけれますね。S 評価ですね。そして最後はレイククレセントですね。こちらも3頭で合わせられる調教ができてますから、いいんじゃないかと非常に思いますね。好感を持てますね。そして、3頭合わせの真ん中というところで、84.6 の 11.4。まあ、馬なりではありますけどね。まあ、そこそこは、走れてますから、まあまあまあ、一周前にね、十分やれてるんじゃないかなという感覚は、私の中でも伝わっております。前半はね、ちょっとうるさいところを見せておりました。行きたい行きたいというところでね、気力はありますね。首も振ってますし、状態的にはね、この感覚だったら非常にいい状態じゃないかなというふうには思います。あとは自力がどれぐらいついていけるかというところ、調教自体は悪くないですね。調教評価は A 評価ですね。まとめに入りたいと思います。前半戦はね、あまり調教が良くないかなというね、感じのイメージだったんですけど、まあ後半からね、S 評価の馬が相当出てきておりますので、まあこのあたりをね、狙って、土曜日、私もね、シオンステークスはちょっと手出したいかなと思っておりますので、今本当にね、私的には日本はいいなというふうにね、満喫して、次第でございます。この後は、セントールステークス、そして、KO 杯オータムハンデも最終追い切りをね配信させていただこうと思っておりますので、この機会にねお前も調教頑張れよというところで、ぜひねチャンネル登録をしていただければと思います。そしてこのねなかなかシオンステークスも良かったんじゃないのということでございましたらグッドマークの方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。タイの動画もねこれからまだ続きますのでぜひぜひご覧いただければと思います。それではありがとうございました。バイバイ。またね。